ベルベージュのノーラです。本日もオンラインスタンドアップされる商品をご紹介いたします。サイズ金額状態のお問い合わせの方はベルベージュウェブスタンドの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が、3月26日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に貼っているのでチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。ボディの方がこちらのボディですね。サイズ表記が L 表記になっております。で素材の方 100% コットンのボディですね。白ボディに、偉人のプリントの施されている T シャツです。でバックの方は無地のタイプです。状態としてはですね、こういった薄いシミが残っていたりとか、あとこちらの方もですね、ちょっとしたシミが残っている状態です。であとは1点です。小穴がこちらに、あ、リペアですかね、が施されてあります。サイズ表記 L 表記というところではあるので、僕だと、気持ちゆったり着用できるようなサイズ感です。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。同じシリーズの T シャツですね。タグの方がこちらのタグで、サイズ表記は XL の表記です。こちらも 100% コットンのボディですね。白ボディにこちらもプリントを施されてあります。で状態としてはですね、こちらに関しても薄いシミがこの辺に残っていたりとか、あとこちらの方も少しあります。ダメージというダメージは特に見られないですね。この辺にもちょっとしたシミが残ってたりとか、あと気持ちちっちゃい小穴が開いたりするって感じですね。XL の表記なので、こちらは先ほどのものよりも身幅がしっかりあるタイプですね。お値段の方がこちらも7800円に消費税になります。もちろんもう1枚同じシリーズですね。タグの方がこちらも、XL の表記です。 100% コットンのボディです。でこちらも、偉人のプリントが施されていて、で裏面は無地です。でこちらに関しては特にひどいダメージとか、そんな薄い汚れもちょっと気持ちこの辺にあったりするんですけど、動画でちょっと伝わるかどうかぐらいの感じです。こちらも XL の表記なので、僕はかなりゆったり着用ができるサイズ感になっております。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてリーバイスの T シャツですね。タグの方がこちらのタグになっております。サイズ表記 XL の表記です。でこちらプリントが501入っていて、でちょっと色物と洗ったのかっていうところなんですけど、少しピンクにピンクがかってるように見えます。ただダメージってダメージは特に見られないです。このバッグもいいですね。でサイズも XL の表記ですし、僕もかなりゆったり着用ができるサイズ感です。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。もう1枚リーバイスの T シャツですね。タグの方がこちらヘインズのビーフィーのタグで XL の表記です。でこちらも501プリントが施されてあります。いいですね。状態としてもかなりいい状態だと思います。サイズも XL の表記ですし、僕もゆったり着用ができるようないいサイズ感ですね。お値段の方がこちらも7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがジミーズのタグがついております。サイズ表記の方はちょっとこちら切られている状態ですかね。で前面にオールオーバーでプリントが施されております。こちら縦にジミーズで入っているパターンですね。でバックもこういった形です。黒ボディのこのフェードしている感じ、めちゃめちゃかっこいいと思います。でサイズ表記あるとすると L 表記ぐらいかなと思います。僕は気持ちゆったりするようなサイズ感になっております。お値段の方がこちら12800円に消費税になります。続いてグリーンデーですね。タグがこちらアンビルのタグで XL 表記になっております。でこちらアシッドグレーのボディですねに、バスケットケースのプリントが施されていて、バックにもこちら入っております。特にダメージとかも大きなところは見られないですね。いいと思います。アンビルの XL というところですね、僕も全然余裕を持って着れるようないいサイズ感です。こちらお値段の方が25800円に消費税になります。続いてチャンピオンティーですね。タグがこちら80年代トリコタグの L 表記で 100% コットンのボディです。で首元 V ネックになっているフットボールのプリントですね。ラバーもラバーでプリントが施されてあります。でその方にもこちらのタグがついております。で状態としても、若干のフェード感はあるんですけれども、特に着用に困るようなダメージとかは一切ないです。サイズも L 表記というところですし、僕もちょっとぴったりしますかね。でもいいサイズ感だと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてシャツですね。ラルフローレンのこちらミディアム表記になっております。で素材の方がですね、こちら 100% コットンのものになっております。白シャツのチンスト付きってところですね。いいと思います。
状態としても特に目立つようなダメージとか汚れ一切見られないですね。でラルフのミディアム表記なので僕は、ちょうどよく着用ができるサイズ感になっております。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてウールシャツですね。こちらペンドルトンのものになっております。サイズ表記ミディアム表記になっております。でそうですね、チェックの柄すごいいい配色ですね。そのキャメルって言ったらいいんですかね、キャメルにオレンジとイエローのあとグレーですねの配色になっております。状態としても特に気になるようなダメージとか見られないです。ミディアム表記で、縮みもそこまで出ていないですね。僕が T シャツとか1枚でちょっとピタッとなるようなサイズ感だと思います。こちらお値段の方ですね、7800円に消費税になります。もう1枚こちらペンドルトンのシャツになります。タグがこちらになっております。サイズ表記は XL の表記です。でボディの色が、グレーベースですかねに青とブラウンですかねのチェックの配色になっております。でこちらも特に、気になるようなダメージではないんですけども、細かいところで言うとこちら1点小穴が開いてるっていうぐらいです。でサイズも XL っていう表記ですし、縮みもそんなに出ていないですね。僕でもかなりゆったり着れるようなサイズ感です。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージセット1枚紹介します。タグの方がこちらついていない状態なんですけれども、前部位のものですね。でボディの色味がグレーっていうよりはちょっとまあブリーチかけたっていうところですかね、少し、オートミールに近いような色味になっております。で状態としてはですね、ダメージっていうダメージは見られないんですけれども、この辺とかにちょっとしたシミが残ってたりとか、あとこの辺にも気持ちあったりとかして、でこの肩周りですね、ちょっと一点リペアが施されてあります。こちらの方ですかねっていうところになっております。で、まあ、サイズ表記あるとすると、まあ、XL ぐらいの表記だと思います。こんなサイズしっかり残ってるビンスエもあんまり見かけないですね。僕でも全然着用できるようなサイズ感です。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてセーターの紹介です。こちらタグの方がピルグリムのタグがついております。サイズ表記の方はちょっと見られない状態ですね。でウールのボディになっております。白ボディに柄が入っているってところですね。で状態としてはですね、こちらちょっとところどころっていう感じになるんですけど、こういうすれがあったりとかして、なんか大きな穴とかにはつながってないんですけど、気持ちちらほらあります。で裏面もこんな感じですね。でサイズ表記あるとするとなんですけど、ミディアムぐらいの表記かなと思います。ちょっと僕だとピッタピタになるようなサイズ感だと思います。こちらお値段の方ですね、6800円に消費税になります。もう1枚セーターの紹介ですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記のこちら42っていう表記ですね。で 100% ウールのボディです。グレーボディにポケ付きのカーディガンいいですね。ボタンもしっかりこのシェルのいいボタン使ってますね。で状態としても特にダメージとかは見られず、いい状態かなと思います。サイズ表記も42というところですし、まあ、僕でも、T シャツ1枚とかであれば着用は可能なサイズ感だと思います。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてリバースイブの紹介です。こちら無地の目付きのタイプですね。タグが90年代刺繍のタグで L 表記になっております。でターコイズの色味ですね、ターコイズブルーの色味になっていて、特にダメージとかは見られないんですけど、ちょっとしたちょっと伝わりますかね、この辺にちょっと 薄じみあったりとか、あとこちらの方もですね、こちらにも薄じみが1点あります。まあ、サイズ表記 L 表記なので、まあ、僕は私物とかでも着るようなちょうどいいサイズ感になります。お値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちら目なしのタイプですね。タグがこちらになっていて、ランズエンドとのダブルネームのものですね。サイズ表記の方がこちらの下なんですけども、ラージになっております。でネイビーの目なしですね。ちょっと首元少し状態として擦れてるところがちょっとあるんですけども、まあ、トータルで見て全然まだまだ着れるコンディションかなと思います。あとは袖口の方ですね、まあ、この辺が少し擦れてるっていうぐらいです。まあ、サイズもラージっていうところでありますけども、結構 XL ぐらいの感覚かなと思います。大きめです。まあ、僕でもゆったりするようなサイズ感ですね。お値段の方がこちら 19,800 円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。
タグがこちら刺繍タグ90年代のミディアム表記です。パープルの、目付きのパーカーなんですけれども、フードの入り口も特に問題なく、胸にワンポイント目があって、ポケットの付け根ですね、この辺にも特にダメージは見られないです。いい状態ですね。裏面もこういった形ですね。でミディアム表記というところではあるので、僕だとちょっとピタッとなるようなサイズ感ではあります。お値段の方がこちら25,800円に消費税になります。続いて目なしのパーカーですね、90年代刺繍タグのミディアム表記になっていて、フードの入り口も全然問題ないですし、紐付きっていうところですね、めちゃめちゃいいと思います。状態としてもかなり綺麗な状態かなと思います。サイズがミディアムっていうところなので、僕だとこちらはちょっとピタッとなるようなサイズ感です。お値段の方が29,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグがこちら80年代トリコタグのミディアム表記です。でこちらボディヌルめちゃめちゃ珍しいですね。ライムグリーンのような色味になっております。でノートルダムのラバープリント施されていて、状態としてこの辺に1点ちょっとポツッと擦れてるところがあるっていう感じですね。で他特に気になるようなダメージっていうのは見られないかなと思います。でサイズもミディアム表記というところでありますが、そんな縮んでないですね。僕でもギリギリ着れるんじゃないかなっていうぐらいのサイズ感です。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてパーカーのプリントものです。タグが90年代刺繍タグの L 表記です。でグレーボディにラバープリント2段で入っているんですが、フードの入り口は全く問題ないですね。ポケットの付け根はどうでしょう、まあ特に問題はなさそうですね。ただ、まあ、ポケットのこちら中央の方に少し一点傷があるっていうぐらいですね。で裏面に関してはこういった形ですね、無地のタイプですね。でサイズが L 表記というところなので、まあ、僕がちょうどいいサイズ感になります。お値段の方が19,800円に消費税になります。もう一枚パーカーのプリントものです。タグが80年代トリコタグの L 表記です。でこちらに関してはフードの入り口ちょっとダメージはあります。ただグレーボディに染み込みのプリントいいですね。でポケットの付け根どうでしょうかね、気持ちっていう感じですかね、まあ、気になる人はほとんどいないと思います。で他特に目立ったところは見られないですね。でサイズも L 表記ですし、まあ、僕もいいサイズ感で着れるような状態です。お値段の方がこちら25,800円に消費税になります。続いてもう一枚パーカーですね。タグが80年代トリコタグの L 表記です。で2枚タグの方ですね。で黄色ボディにラバープリントが入っているんですが、こちらはフードの方がですね、もうこういった感じになっていて、まあ、若干後付けみたいな形になっています。でポケットの付け根あたりはそこまでひどいダメージじゃないですね、まあ、この裾付近にちょっとブリッジ飛びですかね、まあ、多少見られるっていう感じですが、ちょっとまあ全体として雰囲気で見ていただけたらなと思います。あとは袖の方にもこういったシミがちょっとあるっていうくらいですね、まあ、他特に気になるところは見られないかなと思います。でサイズも L 表記というところなので、僕もちょうどよく着れるようなサイズ感です。お値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちら単色タグですね。青単色の S 表記になっております。赤ボディっていうところですね、ラバープリント3段で入っているんですが、まあ首周りのリブがもう結構な感じで擦れている感じです。あとはですね、ちょっとしたシミがこの辺にも少しあってっていうところと、まあ、このリブとのつなぎ目も少しやれてる感じはあります。まあ、あとはですね、このバックもそうなんですが、肩部分ですね、この辺にも少しちょっと雑めなリペアが施されていてっていう雰囲気です。まあ、S 表記なので僕はさすがに着用はできないサイズ感ですが、女性などにすごくおすすめです。こちらお値段が25,800円に消費税になります。続いてこちらも単色タグですね。こちらも青単色の L 表記になっておりますのパーカータイプ、いいですね。ただパーカーのこのフードの付け根がこちら切られていたのを、リペアが施されてあります。またしっかり直されてますね、丁寧に。で紐付き、オリジナルの紐付きですね、白ラバーの3段のプリントです。で、ポケットの付け根は特に問題なさそうですね。
他気になるダメージっていうのは特に見られなくて、本当このフードの付け根の部分ですねがリペアされてるっていうぐらいです。でサイズも L 表記っていうところですし、僕もちょうどよく着れるようなサイズ感になっております。お値段の方がこちらですね、49,800円に消費税になります。続いてジャケット類の紹介ですね。こちらコーチジャケットになるんですけども、タグの方がこちらの70年代頃のチャンピオンのタグがついております。サイズ表記の方がですねちょっと読み取れない状態になってしまっています。ネイビーボディで胸にオールドイングリッシュのプリントが施されてあります。いいですね。状態としてはですね、特にダメージっていうダメージは見られないんですけれども、まあ袖のゴムとかもまだ生きてる状態ですね。まだまだ着ていける状態だと思います。サイズ表記あるとするとなんですけど、ミディアムぐらいの表記かなと思います。僕だとちょっと T シャツ1枚とかでピタッとなるようなサイズ感かなと思います。お値段の方がこちらですね、7800円に消費税になります。続いてラルフローレンのスイングトップですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記 XL の表記です。で黒ボディですね、こちら胸にワンポイントポニーがおります。で状態としても特にダメージとか見られる感じではないですね。サイズ表記も XL なので、まあ、僕もかなりゆったり大きめに着れるサイズ感です。お値段の方がこちら9800円に消費税になります。続いてバーシティジャケットですね。タグの方がですねちょっとブランドタグが見当たらなかったんですけれども、こちら、サイズ表記44の表記になっております。でこのタグも残ってるってことはもうめちゃめちゃ程度がいいってことですね。で胸の方にワッペン貼られていてというところです。で背中は無地のタイプですね。かなり着やすいデザインだと思います。サイズ表記も44というところですし、僕も全然ゆったり着用ができるようなサイズ感です。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてカーハートのダックのジャケットですね。タグの方がですねこちらについております。プリントの70年代になります。サイズ表記42の表記ですね。もうダックの色あせという感じめちゃめちゃあるんですけど、逆にかっこいいかなと思います。プラスそのスレとか若干のシミとかもあったりはするんです。細かく見ていくとちょいちょいあるんですけれども、まあ、それも雰囲気あってかなりかっこいいかなと思います。サイズ表記42なの でプラス、あすいません、ブランケットがついているタイプです。こちらですねになります。で42っていうサイズではありますけども、ブランケットがついていることもあって、まあ、40ぐらいの感覚で着ていただけたらなと思います。僕がちょっとピタッとなるようなサイズ感だと思います。お値段の方がこちら19,800円に消費税になります。続いてリーバイス70505になります。パッチの方はですねちょっと欠損しています。で赤タブビッグイがしっかりついております。いいですね。で状態としてですね、こちら襟元ちょっとしたスレはあるんですけども、全然まだまだ着ていける状態です。で色味もまだまだ残っております。袖の方とかもですね蜂の巣いい感じに入りかけているところですね。で裏面に関してもこういった感じです。サイズがですね実寸42ぐらいですかね。僕が T シャツ1枚とかでちょっとまあ気持ち緩めになるようないいサイズ感です。お値段の方がこちらです、29,800円に消費税になります。続いてこちらも70505のブランケット付きになります。こちらもパッチはちょっともうこういった状態でない状態です。で赤タブの方はビッグイしっかりついております。状態としてですね、襟元がこういった感じでパンクしている状態ではあります。ただこの荒々しい色落ちめちゃくちゃかっこいいです。袖とかに関してもこういった風にかなり雰囲気出ています。でバックもですねこういった感じで少しダメージとかもあったりとかするんですけども、この全体の雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。でサイズがですね実寸44ぐらいあるサイズですね。なのでまあ42ぐらいの感覚で着ていただけたらなと思います。僕も全然着れるサイズ感です。こちらお値段の方ですね、39,800円に消費税になります。続いてラルフローレンのこちら、ウールのダッフルコートになります。タグがこちらの方になっていて、サイズ表記 L 表記になっております。で黒ボディですね、めちゃくちゃかっこいいです。ニッコのネイティブの柄が入っているってところですね。かなり雰囲気のある1枚だと思います。でサイズ表記 L 表記というところなので、まあ、かなりサイズ感自体はね大きめの感じになっています。僕でも相当ゆとりを持って着れるようなサイズ感です。こちらお値段の方ですね、
29,800円に消費税になります。続いてこちらエクラークスのゴアテックスカモのジャケットになります。タグの方がこちらになりますね。サイズの方がミディアムレギュラーの表記になっております。でこちらに関しては2005年会計のものになっております。ゴアの状態もね、全然まだまだ着ていける状態です。すごく程度がいいと思います。こういった感じですね。でサイズもミディアムレギュラーというところですし、かなり着れる方は多いんじゃないかなと思います。僕でも、気持ち余裕を持って着れるようなサイズ感です。お値段の方がこちら9800円に消費税になります。続いてパンツ類の紹介です。まずリバースのパンツから紹介します。タグの方がこちらについていて、サイズ表記 XL の表記になっております。でアメリカ製のボディですね。でこちらグレーボディに、ワンポイントプリントがラバーで入っております。で XL の表記というところであるので、結構大きめの個体ですね。で状態としても特にダメージ自体は少ないんですが、こういった感じでちょっと裾口のですね、ちょっとしたシミが残ってるかなっていうぐらいです。で XL なので僕にはかなり大きくて、裾口かなりたまる感じにはなるんですけども、そういったシルエットで履くのもありなのかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらのパンツになるんですけども、ビッグバッグのフェインターパンツのひっこりタイプですね。タグの方がですね、こちら中の方についていて、こちらの方ですね、サイズが3434の表記です。ただイレギュラースタンプが押されております。でブランドタグがですね、こちらについていたはずなんですが、取り外されてるっていうところですね。で状態としてはデッドストックのものになります。水が通っていないっていうところですね。ちょっとフラッシャーとかは残っていない状態ではあるんですが、もう本当パリッパリの水が通ってないいい状態です。で実寸の方がですね、ウエスト36インチあります。そこも含めイレギュラーってところなんですかね。でレングスが34インチってところです。まあ、この状態なので裾上げしてから履くのもかなりいいと思います。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてブラックデニムですね。こちら、裏からがいいですね。パッチがこちら品番550になっていて、ウエストもレングスも30表記になっております。で赤タブしっかり残っております。でこちら後染めのタイプですね。紙タグもこの状態でもピンピンですね。製造国はグアテマラの方になっております。で状態としてですね、もうこれだけ状態がいいので、もうブラックの色もかなり残っております。また下も全く問題なくて、レングスの方もこちらオリジナルのものになっております。で実寸のサイズになるんですけれども、ウエストが30インチ、レングスが31インチになっております。まあ、僕だと気持ちレングスが長いかもしれないですけど、なんかハマる方本当多いと思います。550珍しいですね。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらもブラックデニムになります。こちらもパッチからがいいですね。ロットがこちら505になります。ウエスト36インチ、レングスが30インチの表記です。で赤タブしっかり残っております。でこちらも後染めのタイプになっております。で紙タグも残っていて、こちらですね、アメリカ製のもので 表記もこちらですね。でこちらに関してもだいぶ真っ黒な状態だと思います。かなり程度がいいですね。それもあってまた下も全く問題なさそうです。レングスに関してもこちらもオリジナルのものになっております。実寸のサイズになるんですけども、ウエストが35インチ、1インチ縮んでます。でレングスが30インチってところですね。この辺のバランスは本当重要があるサイズだと思います。こちらお値段の方が17,800円に消費税になります。続いてこちら501の66前期になります。パッチの方がこちらですね。ウエストが32インチ、レングスが31インチの表記です。で赤タブスモールイがしっかり残っていて、でこちらシングルステッチですね。で状態としてですね、まあ、また下ちょっとこちら擦れてるところがあったりとか、ちょっと詰めてる感じがあります。この部分ですねというところです。でレングスに関してもこちら、擦れてはいますがオリジナルのレングスです。こういった感じですね。でサイドのこちらの方に少し1点ちょっとポツッと小穴が開いてるぐらいですね。で実寸のサイズになるんですけれども、ウエストの方が31インチでレングスが28インチに縮んでおります。まあ、僕が短めに履くんだったらこのサイズ感はもってこいのサイズ感です。めちゃめちゃいいサイズだと思います。こちらお値段が25,800円に消費税になります。続いてこちら501のビッグイですね。
パッチの方がこちらになっております。しかも S タイプ、ウエストが32インチでレングスが31インチの表記です。赤タブもしっかり残っております。トップボタン裏の方がこちらですね、この向きか4番の刻印になっております。でこちらもちょっと状態見ていきたいんですけれども、まあ、また下こちら全く問題なさそうですね。しかもポケットの入り口も全然大丈夫そうです。で、まあ、膝部分ですね、左膝の部分がこちらがいいですね。ちょっと雑めなリペアが施されていてというところです。こちらもちょっと生地薄くなっているところはありますね、まあ、レングスもこちらオリジナルです。まあ、ちょっと擦れているところはあるんですけども、まあ、ちゃんと当たりもしっかり出てますね。もちろん耳もついております。で実寸のサイズですね、ウエストこちらも31インチのレングスが28インチ。いやこのサイズ感本当にいいんですよね。ちょっとめちゃめちゃいいバランスだと思います。お値段の方が6万9800円に消費税になります。続いてこちら505のビッグイですね、ジッパーの方がこちらですね、先細のスコービルのジッパーが使われております。でパッチの方もちょっとギリギリなんですけど残っております。ちょっと表記自体はねこちら36ですかね、3634の表記かな、ちょっと薄くなっております。で赤タブもしっかり残っております。プラスケツポケのアーケードとかイエローっていうのはポイント高いのかなと思います。でこちらも状態見ていきたいんですけれども、まあ、また下全然大丈夫そうですね。でレングスに関してもしっかりオリジナルのレングスになっております。当たりの出方めちゃめちゃいいですね。こちら耳なしのものになっております。色味としてもかなりいい色味です。で実寸のサイズですね、ウエスト34インチ、レングスが28インチになっております。いやこのサイズ需要多そうですね。ちょっとお探しの方は本当早い者勝ちでぜひ。お値段の方がこちら15万8000円に消費税になります。続いてこちら501 WX になります。ダブル X なのでそうですね、隠しリベットしっかりついております。でスレーキのリベットカッパーになっております。でこちらの特筆すべきところは、まあ、パッチはちょっともうかけらのみこちら残っているんですが、レザーパッチになっております。でセンターループで赤タブがこちら片面タブになっております。めちゃくちゃいいですね。こちらそうですね、リベットちょっと見ていきたいんですけれども、こちらリベットの文字がちょっと中央に寄っていないっていうものになっております。ちょっとどのリベットを見てもそういったものになっております。でサイドステッチはしっかり長いです。僕が教わったところでは、サイドステッチ長くてもリベットの文字で判断して、こちら50年代のものだと思います。で状態としてですね、また下特に問題なさそうです。でレングスに関してもこちらはオリジナルのものになっております。こちらですね。で、まあ、ちょっとこの辺ですね、ブリーチ飛びなのかな、ペンキちょっとブリーチっぽいですねの飛びが若干あってっていうところです。ただ雰囲気かなりいいと思います。裏面にもありますね。で実寸のサイズになるんですけれども、こちらウエストが36インチ、レングスが33インチっていうところですね。僕には大きいサイズ感ですが、まあ、僕よりも身長高くてちょっと体格のいい方めちゃめちゃいい色だと思います。こちらお値段の方が39万8000円に消費税になります。めちゃめちゃいいです。今週末土曜日ですね、ベルベジン遊歩道展の入荷日になりますので、そちらの方もよろしくお願いします。